あかねちゃん、あかねちゃん。どうした？今まで様々な街を作ってきたけれど、とうとう最強の街を発見した。またしても頭の悪そうな街やな。最強の街って、それって何が最強なん？街というのは、フランスに始まり、綺麗に区画整備されているところが発展する。ほうほう、新興住宅地もそうである。ということは、こうやって六角形のマスで完璧に区画整備したら最強に発展すると思うの。昔のゲームじゃないかこれ。ということで始めていく。六角形のマスとかまたよくわからんな。実際にやってみるのが手っ取り早い。その目に我が所業を焼き付けるが良いぞ。見たくない時はどうすればいいです？まずはここの部分の開発から着手する。あ、強制。まず、六角形の内角の和は720度だから、一辺を200メートルかつ120度になるようにして敷設。おい、ボスちゃんが小難しいこと言い始めたぞ。こんなボスちゃんか？そうして、大胆な計算と気をてらった暗算で導き出した六角形の完成。気をてらった暗算って何？実に素晴らしい六角形だ。これ以上六角形っぽい六角形は存在するのだろうか。すごいな。ここまで頭の良さが急落することあるんや。フリーフォールかな？あとはこの六角形を使って、周辺にたくさんの六角形、いや、ヘキサゴンを作り出す。なぜ英語？そうして量産していけば、きっと最強の街となる。これが今回の目的。一見綺麗ではあるけどどうなるかな？ちなみに、街並みについては、内側に対角線上に道を敷設して、それぞれヘキサゴン内で完結させ、単独ヘキサゴンで街を機能させることとする。単独ヘキサゴン。ついでに、もう一つヘキサゴンを作って、二つゴンの完成。二つゴンとは言わんのよ、それ。一回試運転として住宅を作って、どんな感じになるか確認してみよう。せやな、確認は大事やからな。こんな街に来たいと思う人がいればええんやけども。下水と小水も仮設置して、今回の電力は、とりあえずの風力発電。お、早速ちっぽけな村認定や。今回はいつもよりも早い。荘厳なヘキサゴンだから、みんなに人気なのだろう。はいはい。それでは電線をつないで、完成。これで二つ門に、ちゃんと市民が来てくれるのか見てみよう。でも、早速お家を建て始めとるな。やはり、私の思い描いた通りであったか。見てくれの素敵なこの街の地下は、きっととんでもないこととなっている。今に、うじゃうじゃ人が押し寄せるだろう。あんま人間にうじゃうじゃって使わんのよ。でもよく考えたら、六角形やからこうやって、六サロがたくさんできるんやない？絶対渋滞の温床になると思うんやけども。なんとかなるべ。全然考えてなかった。だけんどもあかねちゃん。だけんども？たくさんの住民税が引っ越してきている。そして、問題のない町というものは存在しない。私と彼ら住民税、共に力を合わせ合って、町をより良いものとしていくのだ。住民税呼びしている時点で、協力は絶対されんけどな。完成。すべての家々の建築が終わり、人口も100人まで到達した。ええ感じやないか。いや、これでは可であり有ではない。そうかな。ここのヘキサゴン街で暮らす人たち、ヘキサ街の人らが景観の邪魔となっているのだ。ヘキサ街？ここには家々を建てることを禁じて、住まうことを禁止としよう。ああ、せっかく引っ越したのに。君たちはペンタゴンで暮らすと良い。何五角形って、六角形の格下なん？よしよし、住民税の立ち退きも始まって、景観が向上してきた。かわいそうやわ。でもこれやと、市民が住める場所がかなり少なくないか？新たにヘキサゴンを量産すればいいのだ。力技。オッケー、素敵な4つ門となった。素敵な4つ門って、もう二度と聞くことないんやろな。今回は、景観に3トンくらい重きを置いていきたいため、風力発電専用のヘキサゴンも作成。さらには、材を投げ打ってでも、たくさんの木をここに増やしていく。ああ、全然まだ町として機能してへんのに、お金がどんどん減ってくんやけど。オッケー。これで、理想的な4つ門に近づいたはずである。もっとヘクスタイプのゲームみたいになると思ってたけど、案外ならんもんやな。その問題点はわかる。何かが違う。そう思っていたのだけれど、とうとう発見した。お、問題点を見つけたんか。そのためにも、まずもう一つだけ、新しいヘキサゴンを作成する。いや、そこからなんやけども。第一段階の完成。第一段階？さらに新しく作った5つ門の内側を削り、ヘキサゴン内全域を川とする。ああ、なるほど。もちろんミッツゴンの中も陸地に統一する。そうか、マスの中の統一感が必要やったんやな。途中道が水没したりしたけれど、大規模工事を経て、ようやく完成。おお、ここまで長かったわ。ほんまに必要なのかわからへんけども。でも見て、あかねちゃん。さっきよりも、だいぶ綺麗な仕上がりとなった。せやな、それぞれのマスごとに特色が違うんやな。そのおかげで、小さな村に。もうこのくだりいらなくない？それじゃあ、さらに区画を増やして、ここによりたくさんのヘキサゴンを作る。オッケー。6つゴンから10ゴンまで完成。何ヘキサゴンの数え方ってこんなん？ここの離れた場所は、商業と工業専用のヘキサゴンとする。じゃあ、最初作ったところらへんが、住宅地ってことやな。その住宅地だけれど、問題もあって、まだまだ200人に満たない数しかいない。まあ、使える面積が限られてるからな。よって、こっち側にヘキサゴンを伸ばして、たくさんの住宅用地の確保に成功。うわ、蜂の巣みたい。これで、人口はより増加傾向となったけれど、わかったで、ゴミ問題やろ。その通り。人口が増えたことにより、ゴミの問題が噴出。よってここにヘキサゴンして。ヘキサゴンして？ゴミゴンとなった。もう勝手に名付ければいいと思う。埋め立てを繰り返したから、川の流れが乱れまくっているけれど、これで安定した。試しに赤い車に乗って、ヘキサゴンシティを観光しよう。お、珍しい。ヘキサゴンシティは直線と交差点しかないからかなり交通の便はいい。それって家に含まれるんか？見た感じ結構住みにくそうなんやけども。市民からは大好評の声が届いているから問題ない。絶対、阿鼻叫喚やつそれ。でも、ええ感じに回ってきてるな。ついでにより加速度的に住民税を増やすため、戸建てから中密度住宅に切り替える。さらに、墓地専用のマスも用意。これで大きく躍進することだろう。あとは、問題が起きないように、早々に問題の芽を摘むことかな。安心してほしい。え？すでに、町の入り口では、手がつけられないほどの渋滞が発生しているから。終わってるやん、この町。きちんと対処法がある。ここまで町づくりの上手い市長は私くらい。下手な方ですけどね。C マイナスくらいですけどね。たくさんヘキサゴンした。物量作戦やないか。もちろん、ちゃんと意図もあって、主要な高速からの入出力口を作り分散。これで、入り口の渋滞は解消できる。おお、意外とちゃんとやっとる。思いのほか綺麗に流れとるわ。だいぶ町も発展してきたから、小学校と高校も作り、住民税も増加。これで、完璧なる町となっただろう。いや、ボスちゃん、電力足らへんくて、停電が始まってもうたぞ。なんて問題の多い町なんだ。都市計画から見直せ。それじゃあ工業地帯に新しくヘキサゴンして、新たにアンロックした地熱発電所。これを。土地、足らへんな。土地、足りないねえ。ならば高出力の火力発電所。これを。土地、足らへんな。土地、足りないねえ。全然ダメやないか。仕方がない。小さな火力発電を並列で使ってしのぐこととする。この町の欠陥が露呈し始めたわ。風力発電もたくさんあるから安心。いや気持ち悪いぞこれ。やけど、近隣の住民が騒音を訴えてるんやけど。気に入らないのなら立ち退けばいいのだ。自由を訴えるくせに自由を強制するでない。なんて独裁者。定点問題は片付いたけど、今度はまたしても渋滞や。新しく作ったのにまた詰まってもうた。もうみんな歩けばいい。嫌になってる。やっぱ問題は複数のサロやろな。これでだいぶ詰まってるで。そうしたら、この必殺アイテムを使う。これは、設置することで、ラウンドアバウトにする画期的アイテム。おお、なんかすごそう。多すぎる交通量はさばききれないけれど、きっと問題ないはず。街のほとんどの場所にこれを設置して、渋滞の緩和を図ろう。あかんな、それでも詰まっとる。もう速攻で、ラウンドアバウトが機能しなくなっとるぞこれ。まだ1万人にも満たないのに。したたかない。車に代わる新たな交通。電車を使う時が来たか。おお、ようやっと出番や。これで、きっと街の渋滞問題も解決される。土地足らへんやないか。あれ？ここまで見てくれて、ありがとう。コメントで、面白町アイデアを募集してるで。採用された人には、6億2万7千円の商品ありません。